こんばんは、人間石です。クラクから走れ GT をお送りしました。このアンペグ 50th アニバーサリー SVT、なかなか昔の1960年代、70年代のアンプの音をリアルに再現しております。まずこの水色のラインがいいですね。このなんかこうプラモデルのデカールのような。で、この自分も持ってるんですけど、 SVT をね、チャンネル1、チャンネル2ってなってるんですけど、2と1って変だな、1ってなってて、それでこれを見たらチャンネル1 1969、チャンネル2 1975と年代がついているのがとてもよろしいですね。とりあえず僕が持っている SVT と同じつまみの具合にしてみました。ハイは、ウルトラハイはまあ使わずに、ちょっとだけこのハイを上げてみました。で、ミドルレンジ 220Hz、800Hz、3kHz とあるんですが、自分は 800Hz しか使わないので800にしてみました。で、これを1.5 から2、だ時計で言えば1時半から3時の間にするのが僕好きなんですが、今まさに2時から2時半の間で使っております。で、ローのところですけど、ウルトラローをプラスにしていつも使います、レコーディングの時ね。で、このウルトラローをプラスにした場合、ローがぐわーっと出すぎるので、ウルトラローにしつつちょっとゼロより削るっていうのが僕の使い方でございます。で、同じにしてみたらこんな音でね、古臭くていいと思いますよ。例えばですけど AC/DC とかジューダスプリストとかシンリジーとかね、そのあたりが好きで音作りをしたい人にはうってつけのベースアンプだと思います。今の音はバックでギターを支える的な音なんですよね。今こう歪んでますけど、レコーディングすると普通の悶々とした音に聞こえるはずなんですよ、このままだと。でも俺って感じの音にしたかったら、ウルトラローをゼロにすると、こうすると俺って感じで、何でしょう、例えて言うならばタンクとかモーターヘッドのに近い音が出るんじゃないでしょうかね。なんかこれを立憲バッカーで弾いたら結構レミっぽく、まあレミはマーシャルですけどもね、まあでもすっきりして中域が目立つ分ベースが目立つっていう気がするんですけどね、この方が。これちなみに僕使わないけど、このミドルの220、800、3キロ、3000、これは220にすると
フィルライノットみたいな音になりますね。3000円で使う人いんのかな。3000円あんまり使わないんじゃないのか。まあでもこういうハイの効いた音が好きな人、俺ってもっと目立ちたい人、なんかあのギンギンにベースで歌メロ裏メロ的なフレーズを弾く人にはいいかもしれない。ウルトラハイ、ドンシャリにしたいとき、ドンシャリが好きな人、例えばこれ立憲でこんなセッティングで弾けば、ホワイトアルバムのポール・マッカートニーみたいな音なんじゃないかな。そういうとき使えばいいかもしれない。変な音にしたいとき、皆さんが気にしているチャンネル21975のチャンネルに変えてみましょう。このスタンバイを忘れずにね。で、真空管アンプですからすぐ抜かないようにベリベリって入りますからね。5秒ぐらいで、あ、いけるかなと思うと抜くと入ったりするんでね、ちょっと多めに。じゃあボリュームは同じにして、このチャンネルなんとミドルレンジがないっていうことは音を作りやすいっていうことですね。これはミドルレンジがない分、諦めがつくというか迷いがないというか、すごく音が作りやすいと思いますよ。ウルトラローを切ればなよなよっとした音楽にはいいかもしれません。ハードロックだったらウルトラ、そうだ、ウルトラロー入れてウルトラハイを切るぐらいがいいのかな。いや、いまいちでしたね。あれなんだろう、例えばパンクとかさ、プレベでパンクを弾くときとかいいかもしれない。パンクスの人がさ、ミドルレンジがどうのってちょっとパンクスじゃないでしょ、もうその時点で。これ俺12時でいいやっていう感じで、つまみをこれでいいやって、ジャッて刺して鳴らして、おいでっていう感じがいいんじゃないですかね、このチャンネルは。おやべ、あまり弾くとクレームが。自分はね、このキッスらしきバンドのファイアーハウスらしきフレーズを弾いて音決めするんですよ、ライブの前ね。アンプの音決めするとき、このキッスらしきバンドのファイアーハウスらしきフレーズを弾くと決めやすいんですよね。うん、チャンネル1とチャンネル2を、1969年と1975年をかましてみました。どんな音になるのか。1だけとはまあちょっと違います。2だけともちょっと違います。やっぱりミックスされた感じではあるけど、ほぼ変わらない1と。でも俺はこだわってるぜ的なものがあると思うんですよ。やっぱりあのちょっと1だけにはない味が加わってるっていう気はする。歪みがちょっと増えるのかな。撮ったものを聞くとほぼ変わらないんだけど、これはだからあのかますのは何の意味があるかというと、その弾いてる人の自己満足だけです。これはなんか俺かましてるぜ的な、ちょっとかっこいいじゃんみたいなところでございます。さて、人間椅子は曲によってチューニングが違うですかね。先ほど弾いてたベースがレギュラーチューニングの曲用です。これがあのダウンチューニング用のベースで、プレベを弾いてございます。結構極悪な音が、まあ SVT だから当然なんですけど、極悪な音がして、どこがあのプレベなんだっていう感じの音になってるところがいいですね。人間椅子の
新しいアルバム「苦楽」の1曲目、なんていう曲だったっけ、あ、都市春、都市春っていう曲がね、このダウンチューニングなんで、ちょっと弾いてみますか。じゃあ2で弾いてみますか、チャンネル2でね。いいんじゃないですかね、これなんかもっと普通の音になるかだったら極楽感が出ていいかもしれない、これ。そのベース独特の音ってあるじゃないですか、立憲らしい音、プレベらしい音、プレベらしい音をより出そうと思ったらチャンネル2の方がいいかもしれない。で、なんて言うんでしょう、もうちょっと自分のバンドの曲に合わせて音を作り込むっていう時はチャンネル1でちょいとしたこだわりを見せればいいんじゃないですかね。うん、どっちもいい音でございます。さあ、この50周年モデルなかなかいいですよ。で、自分の場合はいい歪みが出るかどうかっていうのがそのベースの良し悪しを決めるポイントで、これは同じようないい歪みが出てます。だから人間質をカバーしたい人いいかもしれない。でもちょっと音が大きすぎてちっちゃい小屋にはまあいまいちかもしれないけど、まあやりようですよ。ベースできやよって言われがちですけどね、ライブのハウスの店長に、PA の人に、いや僕このボリュームじゃないといい歪みが出ないんでっつって無理やり通してやるっていうところがね、 SVT ユーザーの大事なところですよ。で、この布がまたいいじゃないですか、この何ですか、これ古臭い音よりも何よりも見た目が大事なんで、俺オールドロック、70年代ハードロック、80年代ハードロックが好きだぜっていう主張をこの布で出してるんですよね。そこがもういいところですよ、このアンプはね。音もいいですけど、この布がポイントですね。いいじゃないですか、この。で、そのうちこの後ろにこれは扇風機ついてるんですけどね、そうやって冷やさないと2時間持たないっていうね、なんでしょうね、僕らのライブはだいたい2時間半ぐらいあるんですけども、最後の頃はねとても良くない音になるんですよ、 SVT っていうのは。これもきっとそうだと思いますけども、それを少しでも和らげようとね、扇風機がついてるんですよ後ろに。やっぱり真空管ですから長い間鳴らすとへたるんですよね音が。でもこのアンプはそのへたるところもちゃんときっと継承してるんじゃないですか。へたってこその真空管アンプですから、みんなそのへたった時の音も楽しんでほしいんですよね。最初とえらい音が違うんだけど、そこがまだね真空管アンプのいいところ。こうやってなでなでしたくなる。いいなぁ、いいですよこれね。頑張ってペンチじゃねえやドライバーでこうやると取れるんですよ、この銀の。そうしないとスピーカーを変えられないから、僕もやむを得ず取るんですけどね、一回取るとゆるゆるになるんでね、皆さん気をつけてください。
ベースを弾いている人にしか気づかない、もしくはベースだけに耳をこうそば立てて聞く人だけにしか気づかないガリっていう音が入ってるんですよ。あれベースはよく聞くと、このラウンド弦をピックで擦る時のガリっていう音が入ってるんだけど、それを他のアンプよりも気持ちよく出してくれる免疫だと思うんですよね。ただの歪みじゃないですよね。このガリっていうのをかっこよく肺が効いてギラッと光ったまま出してくれるっていうんですかね、このスティールな感じをも出してくれるし、そのガリっていう感じも出してくれるし、それでいてなんかこうペケペケしなくて、そのクリーンなアンプにない気持ちいい歪みを出してくれるからですね。やっぱり EC リッチ、イーグルというよりは、まあディマジオモデル P とこの SVT、アンペグ SVT の組み合わせに勝るものはないというところですかね。これ以上かっこいい音を出すアンプがあるなら、まあ浮気してもいいですけど、多分ないんじゃないかなと思って、試してないけどハイワットもちょっと弾いてみたいななんて浮気心はあるんだけど、まあでもきっと SVT が勝つでしょう。これほどメタルっぽくもありつつ古臭いハードロックっぽさも出しつつというオールマイティーなアンプはないと思いますけどもね。すごく故障が少なくていいんです。だからそのヘッドが壊れた時、俺死ぬじゃないかなとかね、あの葉っぱが一番落ちた時にみたいじゃないけど、なんかそれが壊れると俺なんかがぜやる気なくしちゃうなレコーディングとかそういう、ね、録音で全部それでやってきたから、今までアルバム22枚、同じヘッドでやってきたから、もう本当の相棒ですね。